はい、どうもこんにちは。はじめましての方ははじめまして。いつも動画をご覧になっている皆様には今回もお世話になっております。コーヒー好きな実況者のチャイと申します。のんびり伝説ゼルダの伝説トワイライトプリンセスパート5をね始めていきたいと思います。それでは今回もねいつも通りやっていきたいと思います。まあ前回はちょっとねまあいろいろと討伐とかやってきて、いよいよリンクがハイラルシティへ、ハイラル城だったに行くところです。それではやっていきましょう。チャリ、そうそう出かける時間だよな。じゃあ今日は早めに終わろうぜ。というわけで早めに終わるっていうけど、これ何をするのかな。あー出れない感じですか。ん、それともグラに乗ればいいのか。えい、よし、そろそろ始めるか。ん、おっと、これはあの時のあれか、戻せばいいんですね。20匹とか大変すぎる。よし、とりあえずまあ3匹ですね。まずはこっちから。よし、あと14匹か、めんどくさいな。はい、いけいけいけ。よし、こうまとまっているのに分裂されちゃうとなんかあれですね、困るな。痛い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 、痛くはないか。よし、もうゆっくりやっていこう。ゆっくりゆっくりやっていけばいい。あーね、こういうのは急いでもしょうがないと思うんで。おいおい、なんで入らないの、なんで入らない。え、逃げて逃げて、やめてやめてよ、やめてよ、そんなのそんなのやめてくれ。おい、痛いよ、まったく。もうのんびりやりたいっていうのに。はい、こっち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 、入った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 。もう煽りすぎるとね、前回みたいにね、なんか牛が反発して怒り出して馬からね、グランから落とされることがありますからね。なんで入らない、なんで入らない、なんで入らない、なんで入らないの、ちょっと。なんであそこまで来て入らない。わがままだね。ダメだダメだ、下手くそすぎる、下手くそだろこれ。なんということだ、なんという下手くそぶりだ。はいはい、こっち来い。違う違う、全く違う場所に行ってるよ。入れ入れ入れ、よーし、あと4匹か、めんどくさいな。2匹、入れ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 、よーし、おい早く帰れ早く帰れ早く帰れ、はいはい、あ、おい、だからなんでそっち行った、なんでそっち行く。さあ、で、あと最後1匹ですね。こっち行け、こっち行くな、こっち行くな、こっち行くな。さっさと行け、さっさと行け、さっさと行け。ほら、でー、そんな、そんなさ、だから、なんでやー、なんでそんな目前で逃げ出すんの。仕様ですかね。僕やるときはそうなる仕様ですか、それ。よし、もうさっさと入ればいいもの。おいおい、チャーリーどうした、いつもより11秒も遅いじゃないか。まあでも今日はこれで11秒って何。2回もやってないのにな。まあいいでしょう、村長のとこですね。じゃあ行きますか。えい、もう1回。よし、では行きましょうか。旅立ちの時ですね。もうなんか BGM 流れてきた急に。いやー、こうして見るとこういうね、のどかな村もいいもんですね。ああ、
この子ですね、グランのお手入れし、お手入れっていうかな、うん、体洗ってくれた子か、うん、はいはいはい。おう、チャーリー、戻ってきたか。ご苦労さん。ちょうど献上品の用意もできたし、そろそろハイレル城に行く準備をしてくれ。なんといってもハイレル王家に頼まれた献上品なんじゃ。そんな大事な品をこのとあるの者が遅れたとあってはシャレにならんでな。遠い道のりになるかもしれないけど、チャイのことしっかり頼むわね。あれ、どうしたの？怪我をしてるじゃない。おっと、壁にぶつ…チャリ、またグランに無茶をさせたんじゃ。はい、私がね、結構無茶をさせた覚えが、うん、壁にぶつけたりとかしちゃったからな。ごめんよ、グラン。まあまあ、イリア、そんな格好せんと。お父さん、またそんなこと言って、村長なんだからもっとしっかりしてよ。かわいそうに。二人とも落ち込んでる。大丈夫よ、グラン。今から森の泉に連れてってあげるから。精霊の泉に浸かればすぐ良くなるからね。え、どこだ、グランに乗れないの？乗れないの？これいるよ。グランがいなければ大切な献上品を運べないじゃないか。困ったの。大変なことになったか。ってことはこれは、どうすればいいんだ。おいおい、もうそれはいいから。いや、ヤギか。もうこれはもういいよ。ですな。じゃあまずイリアのところにでも行きますか。もうさっきのヤギのイベントはあの村長に話しかけるたびに起きるようになってるようですね。痛い。ふう、まあ壁ゴンはもうもはや当たり前。どうした、コリン。チェリー、イリア姉ちゃんのところに行くの？僕もなんだけど、あいつらが。ねえチェリー、一緒に行こう。あいつら、マロたちがどうしたんだ。タロとマロがどうしたんだ。チャリー、待ってたんだぞ。昨日はすげえ楽しかったよな。オイラたち、サルも捕まえてさ。ほら、ほんとマロにも見せてやりたかったぜ。ほんとはサルに捕まってたりして。あ、コリン、お前が自分の父ちゃんなんか呼ぶから全部親にバレちったじゃねえか。父ちゃんに思いっきり敷かれたんだぞ。死ぬほどな。どうせエリアのところに行くつもりなんだろ。絶対通してやんねえからな。それよりチェリー、オイラにその木刀を貸してくれよ。昨日だってその木刀さえ持ってたらオイラ一人で十分だったさ。おいおい、助けてもらったかって調子に乗った発言しちゃいけないよ。やっぱ子供だな。だからいいだろ。オイラにその木刀を貸してくれよ。これはもしかして貸してくれたら通してくれる系ですかね。わー、やったぜ。めっちゃ喜んでる。これさえあればやってやるぜ。おう、やっぱりね。チェリー、ありがとう。あいつらいつも邪魔ばっかりするんだ。あんだろ、こいつらそんな仲良くない感じか。あんなの振り回して何が楽しいんだろう。僕は嫌いだよ、怖いし。それより僕はね、大人になったらチャリみたいになりたいんだ。だから今度僕に馬の乗り方とか教えてくれる？ね、約束だよ。おお、いいよ的な感じですか。いいよ的なこと言ったのかな今。さて、いずれはこの子供たちの中のことについてもやる感じですかね。絶対このまんまじゃ終わらないでしょう。こんな仲悪いような状態ではね。まあ子供たちってのはああやってる
でもね、いずれはね、仲良くなるもんですよ。まあ、昔の経験からの言っちゃうとですけどね。あ、これは壊れない系ですか。お、なんだなんだ、リスっぽいのがいる、いますね。ほら、かわいい。あ、逃げたー。もういいよ。イリアのとこに行けないだと。チャリ、コリンだけ行った。グランをつるめどしに来たのならダメよ。少しは反省しなさい。それまでは扉を開けないから。え、イリア姉ちゃん、キヨのこと知らないんだよ。うまく言えるかどうかわからないけど、僕に任せてよ。その間にチャリは裏の穴から回っておいでよ。裏の穴ですか。裏の穴ってどこだ。痛い。裏の穴から回るって言ってもな、どこだろう。裏の穴ってこっちっぽいけどな。これですね。おお、なんかすごいな。なんか時岡でもこういうのありましたよね。時岡、まあ見ただけなんですけどね。おっと、これはこうですね。はい、時岡のやつをちょっと見ち、ちょっとだけ見たら、なんかこういうのあったなーってね。さあ、馬を返してもらおう。そんなことがあったのだけどね、コリン。ん、何を話している。多分昨日のことっていうから、あのリンクがタロウを助けたことですかね。グラン、ひどい目にあったのに、それでもご主人様の方がいいのね。この子なら大丈夫よ。幸い怪我も大したことなさそうだし、一緒に連れていけるわよね、チャリ。はい、これだけ約束してくれる。なんでしょうかね、多分また怪我させたりしないでねとか、そんなあたりでしょうか。旅先で何があっても決して見るだけはしないで、無事に帰ってきてね。まあそんなとこですね。行った通りかな。よし、それでグラン、ん、なんだ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 。豚が出てきた。豚だ、豚。おい、ちょっと危ない危ない。ええ、ちょっと待って、イリアがなんか急に、おっと、しかもリンク殴られ。ちょっと待って待って待って、いきなり危ないことになってるよ。なんでイリアとコリンがこれさらわれた感じじゃないですか。ちょっと待って、リンクも、お前、なんだなんか、なんだ、キングブルーとかいうやつ、キングブルーだっけ、名前、なんか名前忘れたけど、なんかそんな感じの名前のやつでしたよね、確か。なんかそういう名前だけ聞いたことある。本当だか分かんないですけどね。なんだ、や、闇、なんだこのバーチャル的な。ブラックホール的なの。ちょっと待ってよ。何があったんだよ、いきなり。起きた、今起きたし。やばいやばい。あれ、これグランもいない感じ。ちょっといろいろやばいことになってますね。さあ、コリンとイリアが連れ去られちゃったよ。ちょ、なんで、ここって昨日通ったとこですよね。おじゃ、ちょ、待って待って待って、急にリンクが。何が起きた。やばいね、こんなのが現実だったら怖いですよ。やばい、首絞められてるし。なに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 、これ戦闘いないフラグか。おっと、手が光った。なんかハイラルのあれでも書いてあるような、手になんか紋章みたいなのがありましたね。ん、おっとおっとおっと、リンクが、いきなり狼練習した。リンクが狼になった。うわー、そのまま気絶した。どういうことだ。
そのなんかの紋章のせいかな。しかもいきなり連れ去られるし、いやーこれわからないね。何が起きるんですかね。やばいやばい。はい、じゃあセーブしまして、これはもハイラルいけない感じか。ここはどう見てもハイラルではないですね。なんか捕まってるし、ふう、牢屋に閉じ込められた。動くか。掘る、なんかあるん、なんかあるん、これ掘る、掘る操作でなんか、おっとまたイベント発生か。ん、おお、なんかオープニングで出てきたやつか。なになに、うおー、なにこいつ。見つけた。おお、怖っ。そんな怖い顔で睨みつけてもいいのかな。ああ、残念だな。お前の態度によっちゃ助けてやろうと思ったのにな。クククそうそう、人間素直が肝心だよな。あ、もう人じゃなくて獣か。クックク、やばいな、リンクちょっと怒ってるんじゃないですか、かなりですね。よしよし、いい子だからちょっとだけおとなしくしてなよ。なんだこいつ、助けてくれる感じかな。おお、助けてくれた。驚いた？クックック。さて、一体ここはどこでしょう。牢屋ですね。お、出た。ここまで来れたら教えてやるよ。クックック。ってことは牢屋を抜け出せってことですか。ふぅ、まったく。なんとか、ホールが肝心なのですか。ホール操作が肝心になりそうですね。いや、そんな嘲笑いしないでくれよ。痛い。ダメだ。これホール、ダウジングマシンかよ。なんか黒いところって怪しいね。あ、そしてこう、壊れた。そしてここ掘る。いやー、やっと解決できた。もうほんと頭悪すぎて笑えない頭悪すぎだろうね、ほんとに。
どうやらバカじゃなさそうだな。いや相当バカですよ、本当に日本一バカですよ多分。気に入った、ここから逃がしてやるよ。結構カット入るな、ここは。この代わりちゃんと言うことを聞くんだぞ。もし私に用があるなら十字キーを押して合図しな。ほら分かったらとっとと進め。ふう、ほんと自分の頭の悪さを思い知らされた感じですね。これか。なるほど。じゃあね、まあキリがいいとこですし、ここで終わりにしましょうかね。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。